2232回始めます、2月3日土曜日かな、土曜日、入りました。2月3日土曜日、今回、ドキュメント72時間、上野格安の婦人服店ってっていうことでね、上野にあるね、まあほとんどお客さん女性ばっかりでしたね、うん、女性物の服扱ってるところかな、うん、安い格安の婦人服店でっていうことで、まず出だしね、だって増税でしょっていうことでね、本当に物価高いじゃないのと、うん、ここくらいですよ、裏切らないのってね、すっごい安い、こんなに安いの見たことないとか言ってね、本当にまあ安いみたいですね。私あんまりね服買わないんでね、わかんないんですけど、まあみんな安い言ってましたね、うん、女性たちの心躍る場所があると、うん、もうね、子供はねパパに任せてお母さんと二人で出かけてこようかなと、出かけようかなっていう感じで来たと言ってる人もいました。うん、あとね、なんかディズニーランド行こうと、うん、思ってたんだけども、まあ新潟から来て、うん、雨だから、うん、雨だったんでここに来ましたっていうことでね、上野のアメ横にあるとこですね、うん、格安の婦人服屋さん、アメ横で一人焼肉食べて、それからトランクがねパンパンになるぐらいまでね買っていくんですよと、うん、毎回そうですっていうね美人の方言ってましたね、うん、服買うだけでどうしてこんなに楽しそうなんだという感じでした、うん、この女の園を3日間覗いてみたということでね、語りは菊池亮さんじゃない、勝地亮さんかな、うん、ですね、はい、服と服を探してましたね、洋服の服と幸福の服かけてね、うん、これを探してますと、両方探すな、それが人生ね、それじゃないとかいうことでね、東京上野のアメ横入り口から歩いて5分ぐらい、うん、大通り沿いに今回の舞台があるってことでね、ガストとかカラオケ館とかあの辺りに囲まれてあるような、鳩屋っていうね、うん、もう60年以上続くような老舗みたいですよ、はい、まあ私これね聞いたことあるな、名前は、うん、やっぱ有名なんだと思いますよ、私はもちろん入ったことないけど、はい、まず12月12日火曜日、13時からですね、はい、大勢のお客さんがね服選びに夢中になってると、でセール550円ってなってるところね、たくさんのね女性の方群がってましたね、うん、でみんなね群がっててみんな喋ってるんだけど、友達かのように全然ね友達じゃないというそんでカメラマンとかね、取材来るの方に話しかけられてね、いきなりね、あれお店の人じゃなかったのみたいな感じになってましたね、うん、ね、そのセールのところでね、皆さん今日4人で来られたんですかって言ったら、もう全然知らない人ばっかりだよと、ここで意気投合しちゃってっていうことでね、盛り上がるんですね女性ね。まあ私なんか洋服なんか全然買う時もなんていうのかな、あんまり感動ないんだけど、女性は服選んでるだけで楽しいんでしょうね、うん、本当にまあまあそうじゃない女性もいると思うんですけどね、うん、はい、でお店は4フロアあると、60年以上続くということですね、うん、もう老舗中の老舗じゃないですか、うん、よくあの値段で、まあ値段よく分かんないけど、うん、まあ価格帯としてはもう1000円以内のものもあるし、まあ1000円台、2000円台、3000円台ぐらいのものが多かったように思いますね、はい、みんな安い安い言うんで、やっぱり他より断然安いんでしょう、おそらくね、普段着のセーターかスカート、うん、だけじゃなくてね、高級ブランドのコートだって売ってると、で定価の半額以下で手に入るものもあると、うん、もうこれ1000円、これ2000円みたいな感じでね、聞けばこの安さの秘密は、まあ、在庫品など、うん、大量に仕入れてるからだとのことですけど、まあ安さの秘密どこかにあるんでしょう、うん、在庫品などを大量に仕入れてるって言ってもね、それまあ同じこと他のところできないのかっていう疑問もあるしね、まあ安さの秘密は多分何かあるんでしょうね、うん、お母さんに連れられて来たっていうね、もう小学校の時から来てるという方ね、うん、いましたね、あとお友達に紹介してもらって、うん、お洋服はずっとここで賄ってますって言ってましたね、お洋服って言ってましたね、うん、たまたま今日は、
還暦の誕生日だったっていうことで、あ、お母さんかな、お母さんが還暦の誕生日で娘さんと来てたのかな、うん、楽しそうな2人組、これ衝動買い、衝動買いしちゃったのと、うん、大昔銀行の同期だったのっていうことでね、まあ昔銀行で、うん、一緒に働いてたと、まあ10年、20年前、30年前ぐらいの話じゃないですか、それからもうね、あの仲良しで、でしょっちゅう、うん、一緒に来るみたいな感じの、まあ女性2人組いましたね、はい。まあいくつになっても楽しいんでしょうね、うん、でうさばらしして、うん、その二人組ね、まあなんか片方のね女性の方旦那さん介護してるみたいで、でやっぱり介護生活っていうのはね、その旦那さんなら旦那さんと二人っきりで、関係もギクシャクするし、お互いストレスたまるしっていうことで、たまにねそうやって友達とあのうさばらしみたいな感じでね、彼女の話を聞いてるんですよということで、1ヶ月に1回食事して、でちょっとお酒飲んで、で買い物して帰ると、まあ2、3時間のデートみたいなもんですみたいなね、 女2人で、うん、言ってましたね。いい関係だと思いますよ。そういう人ってね、なかなかね、友達、うん、できないから、うん、あとデパートとかは行かないのでっていうことで、これは通勤用でって形でね、早晩遅晩あって、あ、介護福祉士してるっていうね女性の方でしたね。早晩遅晩あってっていう、うん、で早晩の時とかね、遅晩の時とか朝夕早かったり遅かったりするんで、その通勤用でってことで買ってました、うん、服買ってましたね。で正社員として働くのに、まあ40過ぎてから資格取って、うん、そんで正社員として働きだしたと。まあね、その昔罰がねついちゃって一回離婚しちゃって、で子供3人いるしどうしようかっていう時にね、介護福祉士の仕事を取ってね、うん、で正社員として今も頑張ってると。今54歳って言ってたかな、うん、でこの日買ったのは4400円のダウンコート、でここでいっぱい元気もらって、また明日からまあ介護福祉士だから、うん、まあおそらく施設の高齢者向け施設で働いてるんでしょう。また明日からね利用者さんたちの前で楽しく仕事頑張るんだっていうことでね、やっぱり元気が、まあ元気が出るスポットっていうのはね人それぞれですけど、まあまあまあ女性の方多いんじゃないですか、こういう洋服屋さん、うん、見てるだけで楽しいね、ウィンドショッピングだけで楽しい、あと安いものでも高いものでももう買うだけで楽しいみたいなね、大して欲しくないんだけど買うのが本当にストレス発散みたいな人いますよね、うん、あと階段に座ってる女の子ね、ここね暇そうにしてましたね、あの女の子ね、ここお母さんが好きなんだっていうことでね、お母さんフィリピン出身のお母さんでしたよ。でホテル清掃の仕事帰りね、娘さんと一緒に自分のと子供の服と、うん、いうことで自分の服子供の服買ってなんじゃないですか。で明るい色が好きってことでね、本当に明るい赤系統の服着てましたね。で家の中ももうね全部ピンクばっかりなんだって言ってましたね、フィリピンの方ね、うん、出身の方、うん、で夜になると仕事帰りの女性が次々やってくると、うん、今日何買うんですかって聞くと、ブラウスってことでね、ここ安いんですよってことで、通勤用のベージュのブラウスを買ってたと。69歳の女性の方、60まで定年まで信用金庫で勤めて、その後も今度派遣会社で10年ぐらい今働いてると。でもうすぐね70なんでね、そこでもうその派遣会社も終わるんですけど、もう50年私働いてるんですって言ってましたね、うん、半世紀やってますよ、仕事好きなんだねってね私ねみたいなこと言ってました、はい、あと若い2人組、2人とも若かったね。おばあちゃんが寝たきりになったんで、可愛い洋服あるかなみたいな、着させてあげたいなみたいな。で、2年前におばあちゃんなんか脳梗塞になったみたいで、で、うん、もともとね、絵描くのが すごく好きなおばあちゃんだったんだけども、まあ、筆も握れなくなっちゃったんで、うん、何かね、いい服、可愛い服買ってあげようみたいな感じで。で、おばあちゃんもヒョウ柄好きなイメージあってねっていうことで、アルバイトの26歳の女性ね、私も好きだからヒョウ柄、うん、やっぱり遺伝なのかなと思ってその辺は、うん、みたいなこと言ってましたね。おばあちゃんにずっとね可愛くいてほしいからっていうことでね、化粧道具あげたりしてるんだって言ってましたね。はい、で2日目、2日目じゃないか、19時1分、1日目の19時1分、コート探してますってことで、全体的に見てからもう見るのが楽しいからってね、もう外見ね、パッと見普通の可愛らしい女性の方だったんですけど、日本人の喋ったらやっぱ言葉が片言してるんですね。どうも日本人の方じゃないと、出身はベトナムの方みたいですね。
で前は日本の会社で物流の仕事してましたか、今って一回転職してね、ベトナムの会社で働いてますか。外国人就労支援の仕事してる28歳のベトナム出身の方で、ベトナムにね毎月7万円ぐらいお金送ってるんで、あんまり使えないんだと。今日の目標は1万円以内に済ませようってことで、で2750円の買ってましたね、服ね。うん、予算1万円以内って言ってたからね、3倍ぐらい安いの買っちゃったと、ちょっと浮いちゃったみたいな感じで言ってました。でこの日売れた服はおよそ1000着、うん、もう夜8時には閉店されたということで、で2日目12月13日、水曜日11時開店と同時にね、たくさんの人が入っていくと、うん、まずママさんバレーのインストラクター50歳の女性ね、この方母親と一緒に来てると、うん、2人で来てたと、母親とね、うん、だけど2人とも趣味違うんだっていうことでね言ってました。買い物は一緒に来るんだと、うん、で次62歳の夫、運送業の方と56歳の奥さん、優しい旦那さんでしたね、奥さんに付き添ってね、うん、本当に優しそうな、うん、言葉は少ないけど優しそうな仲良し夫婦みたいな感じでしたね、優しい旦那さん。多分ね、こうやって年取っても、うん、56歳の奥さんと62歳の旦那さんだったんだけど、年取ってもこうやって仲良くいられるのは多分子供がいないせいだと思うと言ってました。もう2人でね、もうどこに行くのもいつも2人なんだと、うん、一緒なんだと、うん、で20年以上前に職場で出会ったという2人ね、なんかで出会った直後ぐらいに旦那さんなんか病気かなんかして入院した時も、うん、あって、あんまり体丈夫じゃないのかなこの旦那さん、わかんないけど、うん、その時もね奥さんがいて、まあ、この人と結婚して大丈夫なのかなみたいなことを言ってましたね。でも結婚して、うん、仲良くやってますね。あの仲良さはね、まあ私もちょっとしか見てないからあれだけど、うん、あんまりいないね、あそこまで仲いい感じは、うん、はい。で今月ね、主人がねなんか膝の手術するってことでまた入院するみたいで、ね、夫に支えてもらうしかないし、夫をね支えるしかないしってことでね、奥さん言ってました。いいね、支えてもらうしかないし支えるしかないしってことでね、はい、仲良し夫婦でしたね、あの2人は、うん。であと初めてパーティー用のドレス買うって方いましたね。大学卒業も3年で2回転職したとね、大学出て3年で2回転職、ちょっと早いねペースがね。まあこの人スパスパいろいろ決めたらスパッと行く方なタイプみたいで、もう大学卒業してようやくね、この2回転職してようやく自分に合う仕事見つけたと。なんと女性なんだけど、建築関係の内装のお仕事してましたね。サンダル履きでしたね、うん、仕事柄なんでしょう、うん。でなんか、うん、パーティーかなんかあんのかな、仕事関係とか友達関係とかでパーティー用のドレス買ってましたね。その選びっぷりもね、初めてのドレス選びももうスパッと決めたと。そんなうじ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 考えてない、あこれだと思ったら買ってたみたいな、即断即決みたいなね、いつもニコニコしてましたね、あの人ニコニコしてってことで、うん、笑ってれば服が来るんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、笑顔がね素敵な女性はいいですね、うん。日本人の女性はやっぱりね、笑顔は多いですよ、うん。例えば中国とか、うん、大陸系の人たちに比べたら笑顔多いと思うな、日本人やっぱりね、笑顔が多いとね可愛いよ、うん。で18時50分、20年以上通ってるんだ、この店にね、まあ60年ぐらいある、うん、老舗の洋服屋さんだから、鳩屋さん、うん、こういう人たくさんいるでしょ、20年以上通ってると。で会社帰りだと、もうある趣味のために服買ってるんだと。それはなんと仏像のコスプレしてるっていうね、いましたよ、仏像コスプレね。仏像ファンって結構いるのね、地味に神社仏閣ファン結構いるんですよ。でこの方面白かった、なんと仏像のコスプレしてると48歳電気機器販売の方ね、離婚してね元気がなかった時に友達の誘いで旅行に行ったと。そんで仏像の魅力にまあハマってしまったと。でその仏像のコスプレしてる時はもう本当にね、自分がないと、もう自分もうコスプレしてるんだけど、もう自分が仏像さん仏さんになったような気持ちになってるみたいなこと言ってました。面白かったですね。でも楽しそうでしたね、あの方、うん。で一回結婚して離婚して今そのね、仏像巡りみたいな、仏像のコスプレみたいなのやって、ね、自分の顔も仏像に似てるんだみたいな雰囲気とか言ってましたね。面白かったですね、明るかったですね。
うん、結婚して離婚してなんか人生2回楽しんでるような感じするって言ってましたね。やたら前向きでいいですよ。はい。12月14日木曜日、11時15分3日目、ね、開店直後、43歳の会社員の方、うん、もう週末もね、子供中心で、いるんだと。で、男の子なんでしょう、釣りが好きでねってことで、で、夫は仕事忙しいんだということで、もう忙しい、忙しい、もうそういう毎日の、ね、43歳の会社員の方いました。はい。あと61歳、42歳の介護士。61歳と42歳か。うん。で、職場が一緒なんで何でも相談できる間柄だって、この方はね、もう外見、日本人じゃなかったね、二人ともね、言葉もそうだけど。うん。まだね、日本の景気が良かった時に日本に来たっていうね、フィリピンの出身の方でしたね。で、共に日本人と結婚して子供を育てたと。で、今、介護士として二人とも働いてるみたいですよ。うん。で、お仕事は楽しいって聞かれたらね、楽しい楽しいと。もう遊んでるみたいって言ってましたね。いいですね、この陽気な、やっぱり国民性ね。うん。これ、日本人の介護の仕事ついてる方、うん。まず、言わないよね。遊んでるみたいとかね。言わない言わない。言っちゃいけないみたいな。うん、そんなこと。仕事なんだからみたいなね。これを言うあたり、うん、やっぱこれだと思いますよ。うん、日本人も、もう仕事、うん、どうですかって言われたときに、うん、楽しいですよ。遊んでるみたいですね、毎日。っていうぐらいの雰囲気にならないと、日本の会社のネチネチっぷりね、陰湿っぷりっていうのかな。パワハラ、モラハラ、いじめっぷりっていうのかな。は、なくならないと思うよ。フィリピン人、よかったよ。うん、お仕事楽しいって聞かれて。うん、毎日遊んでるみたいって答えてましたから。いいですね。で、異国の地で幸せつかんだが、不安もあると。その不安っていうのは、日本はね、子供大きくなると親から離れちゃうでしょって。うん、それが寂しいよねって言ってましたね、二人ともね。そう、まあ、ただまあ今時ね、東南アジア、ね、もう、そうですよ、だんだん文明化してきて、収入が上がってきたりすると、まあ、先進国みたいになっちゃうのね。子供は大きくなったら親と住まないみたいなね。で、親の面倒も見ないみたいな。個人主義みたいになっちゃって。うん。まあまあまあ、なるんですよ。日本も昔はね、親のそばにいて、親の面倒を見て、親を支えて、うん。親子一緒の近いところに住んでたりなんかしてねっていうあったんですけど、今もう個人主義が蔓延しちゃってね。だからまあ、フィリピンの方からしたら、こういう日本的な、流れっていうのはね、寂しいんだと思うよ。うん。はい、で13時1分、うん、先ほどの釣りの好きなね、42歳ぐらいの女性だったかな、うん、この方6点購入してましたね。忙しい忙しいって言ってね、ちょっと時間的に余裕がないと、週末は子供と一緒に釣り行かなきゃなんないし、平日は仕事があるしみたいな感じで言ってました。まあでも素敵な美人なお母さんでしたよ。うん、まあマスク取ったら分かんないせいですけど。で、川べりの歌が流れてね、最後ね、子供の同級生のママともね、うん、子供が同級生だったと、うん、でそんでその時のママ友のつながりができて、それ以来ママ友としてもう40年以上の付き合いがあるっていう方ね、最後出てきましたね。うん、はい。あと、うん、就活ね、就活って終わる活動、人生終わる活動ね、就活してるからいらないんだけど、やっぱりね、女の人が見るとね、欲しいんだよねっていうことで、うん、ね、就活してて服なんかね、そんなにいらないと、買ってもね、旦那に怒られるだけだと、うん、そんなまた買ってきてと、分かってるんだけども、まあね、どうしても女の人はね、洋服屋好きだということを言ってました、最後。ということで、上のアメ横にある格安の洋服屋さんでの、まあ、ドキュメント72時間、ちょっとね、一通り喋ってみましたけど、うん、よかった。何が良かったって、女性が多かったね、うん、これが良かった。あと美人さん多かった。うん、あとみんな笑ってたね、やっぱりね、楽しいとこ行くとみんな自然に笑うんだね。笑って喋って、うん、お金払ってみたいな感じで、うん、やってました。まあ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 、やっぱ男性と女性違うな。私はね、ああはならないな、洋服屋行って。服なんかもう私何年買ってないことか。うん、本当におっさん、服買えよということですけど、上の格安の婦人服店でっていうことでやりました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。